おはようございます、えー、今日の話はブッダの言葉百言百話という北川八郎さんの本の中からなしたものはなした結果を受け取るという話ですシャクソンが言うまいた種に応じて果実を収穫する良い行いをした人は良い報いを得る悪い行いをした人は悪い報いを得る自分のしたことの結果は全部自分に降りかかってくる他の人ではなく 成したものが成した結果を受け取るというのがこの宇宙の法なのだこれは同じことをキリストもマホメットも言っているよく知られた真理である良い行いをする人は人から好かれ尊ばれ祝福されて喜びの中にいる自分を見出す人を好きになると人から好かれるという報いを受ける人にいつも優しくするとその人が不運の時または勢力がなくなった時 困っった時に良い家宝が返ってくる。人生が順調な時会社で課長の時部長の時もし、えー、国家公務員で政務次官等の時その勢いがある時に成した悪はその職を辞めた時または病を得た時勢いのなくなった時に今までの報いがどっと嫌の束となって帰ってくるこれは世界中の有名な人々のスキャンダルを見てみると。 その法則がいいつも働いてるいることを知る人を嫌うと嫌われる人を好くと好かれる人を怒ると人から不扶と文句が返ってくる善意を与えると次の善意がうまく生まれて心に喜びが生じるささやかな善意でいいのだ笑顔と励ましで十分なのだ人種や肌の色の違いを認めて共に生きていけるようになれること素晴らしい。 京セラの稲森さんは和夫さんは家宝因果応報ということについてこう語っています。因果応報の法則とは良いことをすれば良い結果が生じ悪いことをすれば悪い結果が生まれる全員は善果を生み悪因は悪果を生むという法則のことです。全員悪因の因とは自分が生きている間に思ったことを行ったことです。自分自身が思い考え実行することそれらが因。 つまり原因となりますまた自己啓発のバイブルと呼ばれている本原因と結果の法則を書いたジェームス・アレンの言葉に次のようなものがあります行いは思いの花であり喜びや悲しみはその果実です私たちは時には甘く時に苦い果実を自分で育て収穫するのです強烈な思いは必ず行動となって現れますそしてその思いが良くことなら良い結果が生まれ 悪しきことなら悪しき結果が生まれますじゃあ今日これ